トナチューリップ公園は、富山県トナ市花園町にある都市公園である。富山県の県下、トナ市の市花であるチューリップをテーマとして四季折々の花を楽しむことができる。毎年、春に、と、ナチューリップフェア、冬に、キラキラミッションが開催されている。トナチューリップ公園は、富山県の自主権場、出町園芸文場が由来とされる。第二次世界大戦後、 1951年に連合国軍最高司令官総司令部の指導により園芸文章の廃止案が上がった。同年生産農家や研究者が文章の一般開放を考案し GHQ 関係者を招待。チューリップが作風景を見て廃止案を撤回した。これが現在のナミチューリップフェアの前身にもなっている。1964年 都並園芸文場の家事部門が、魚津市へ移転後にチューリップフェアの会場も現在のチューリップ公園へ会場を移し開園した。1976年に公園整備に着手し、1986年の第35回と並チューリップフェア開催時に現在の公園の整備が完了した。公園内のシンボルであるチューリップタワーは高さ21.9メートル。 1972年に1970年、大阪万博の中央広場に設けられた太陽の塔に見せられて、チューリップ公園にも立派なシンボルタワーをと、第20回チューリップフェアの記念事業として建設したもので、2008年チューリップタワーの花の部分を改修。上部の赤いチューリップのオブジェは高さ3メートル、幅1.8メートルあるが、 老朽化のため原タワーの東側に2021年の70回記念チューリップフェア開催までに新タワーを建て替えることとなり、初代は同年6月初旬に解体されることとなった。跡地には直径26.8メートルの花壇が設置され、花壇中央には初代タワーの赤いチューリップのオブジェが再利用され、設置される。2021年3月下旬完成し、 同年4月22日に完成式が行われた新タワーは、高さは約26メートルと、初代タワーより約4メートル高くなり、展望台の位置も約1メートル高い。新タワーの拡張点には高さ約2メートル、幅約1.6メートルの3品種のチューリップのオブジェが取り付けられている。また、展望台に続く、螺旋階段の途中高さ4メートルの位置には、 延長が138メートルあるスカイウォークにつながっている。2021年の70回記念チューリップフェア終了後の6月上旬に初代タワーは取り壊されるため2本のタワーが並ぶ最初で最後のフェアとなり5月下旬から29日まで2本のタワーがライトアップされ29日には旧タワーのクロージングイベントが開催された。ありがとうございます。